皆さんこんにちは、スタジオのまやです。今回はですね、意外と知らないレイヤーパネルの便利な機能を紹介したいなと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、今回はですね、意外と皆さん知らないんじゃないかなと思って、レイヤーパネルの便利な機能をね、紹介していきたいなと思っています。早速ですね、実際どういう機能があるのか紹介したいなと思うんですけれども、今回はですね、こちらのサイトのレイヤーパネルを見ていきたいなと思います。こういったですね、アニメーションだったりとかホバーが、使われているサイトになります。で、こちらを実際エディターで見てみますと、こういった感じになっているんですけど、レイヤーパネルはですね、こちらの左下の方にあります。で、こちらをクリックしていただくとレイヤーパネルが表示されるんですが、スタジオの場合ですね、皆さんご存知かと思うんですけど、ボックスレイアウトの手法を使っているので、こういったですね、ここで親ボックスがあって、その中にどういった雇用者が入っているのかを確認することができます。あとですね、このレイヤーパネルで見れるのが、アニメーションとカーソルが設定されているかっていうのを見ることができます。このカーソルはですね、条件付きスタイルってなります。ホバーでしたりとかインホバーだったり、あとフォーカスとかクリックの、設定がされていると、ここにこのドットみたいなのが表示されます。で、アニメーションの設定がされていると、こういうふうに、ね、ここにですね、設定されているよっていうのが見ることができます。で、例えばですね、こちらのサイトの場合、こういうふうにポーって画像がホバーで浮き出るようになってるんですが、これが実際設定されてるか、こう要素を選択して見てみると、ここにですね、カーソルのアイコンが表示されました。で、こういうふうにですね、開いていって、どこにアニメーションが設定されているかとか、どこに、カーソル条件スタイルが設定されているかを確認することができます。この場合、例えばこういうふうに条件付きスタイルのところを見てみますと、ホバーの設定がされていることを確認することができます。あと、例えばですね、例えばこのコンタクトのフォームの方に行くと、こういうふうに条件付きスタイルが、設定されているんですが、何が設定されているかなって確認した場合、今ページのコンタクトに行ってレイヤーを開いてもらって、この要素ね、クリックしていただくと、ここにね、カーソルのアイコンが出てきて、この条件付きスタイル右の方を見てもらうと、フォーカスが設定されているのを確認することができます。こういうふうにですね、自分がそのページにどういった設定、アニメーションだったりとか、スタイルを設定したかをね、確認することができるんですね。あとプラスでですね、ちょっとホームの方に行きますと、このリスポンシブってところもあります。レイヤーパネルでリスポンシブをクリックすると、リスポンシブ設定がされてるかされてないかを確認することができます。で、ここの場合ですね、タブレットのみ、リスポンシブ設定がされていて、あと、このヘッダーの場合はスモールのブレイクポイントとタブレットのブレイクポイントで設定がされています。こういうふうにですね、ちゃんとリスポンシブ設定をしているかどうかの確認をすることもできます。ここはね、モバイルとタブレットとスモール3つにね、設定がされていることができますし、もっと開いていくとね、ここは、モバイルのみ設定されていることが確認することができます。こういうふうにですね、実際、レスポンシブ設定とかが、どこで設定されているかとか、ちゃんと設定されているかとかのね、確認も、わざわざその要素1個ずつ見ていってとかっていうよりは、レイヤーパネルでこういうふうに確認することができるので、ぜひ皆さんね、ここを活用していただければなと思います。あとですね、プラスで、例えばこの名称って書いてボックスと名称っていうのがあるんですけど、もちろん、レイヤーのね、名称を変更することもできます。例えばここがメインでグループ今になってるんですが、例えばここをメインに変更したいっていう場合は、こういうふうにメインって入力してもらってエンターしてもらうと、ここのね、変更することもできます。で、ここもですね、レイヤーの名称を変更していただくことによって、実際その、要素をたくさん増えていってとか、レイヤー管理とかする際に、
どのレイヤーがどの要素かって分からなくなることがあると思うので、ここもね、作った際にはレイヤーの方でレイヤーパネルの方で名称を、ね、変更してもらうと、まあ、最初はちょっと、ね、地道だなと思うかもしれないんですけど、後々ですね、管理サイトの管理がとても楽になるので、ぜひねここは結構おすすめです。はい、以上はですねレイヤーパネルの便利な機能の紹介でした。まあ、このねレイヤーパネルを理解することによって、まあ、先ほどの、まあ、じゃあ条件付きスタイル、ホバーだったりとかインホバークリックとかフォーカスがどこに設定されてるかっていうのを、まあ、レイヤーパネル上で確認することができたりとか、もちろんアニメーションもねどの要素に設定されてるかも確認することができたりとかっていうふうに、とてもまあ、いちいち一個のね要素をクリックせずに確認することができるって面ではとても便利なんじゃないかなって思いますし、あとレスポンシブ対応に対してもそうですね、全部ちゃんと対応したかなとか、この要素は設定されてるかなとか、そういうふうに思った際にですね、ちゃんと、レスポンシブ対応されてるかどうかの確認を、まあ、レイヤーパネル上ですることができちゃうんですね。あとですね、レイヤーパネルの管理をもっと効率よくするために、名称にね名前を付けてもらって、まあ、例えばメインビジュアルだったらメインって名前ラベル付けるとか、自分が分かりやすいように、名称を付けてもらえれば、まあ、後々ね、管理がしやすくなって、効率よいサイト作成ができるんじゃないかなと思うので、ぜひそこもね活用していただければなと思います。はい、今回の動画は以上になります。今回ですねレイヤーパネルを紹介したんですけれども、まあ、これ私、まあ、スタジオいじってて、これ意外とみんな知らないんじゃないと思って作った動画になります。もちろん知ってたよとか、そんなの知らなかったとかでもいいんで、ぜひねコメント欄にて教えていただければなと思います。またですね YouTube でこういう動画を作成してほしいとか、こういう Tips を作成してほしいとかあったら、ぜひぜひねそちらもお待ちしてますので、投稿していただければなと思いますし、コメントもねいつも嬉しいのでありがとうございますって感じです。はい、今回の動画は以上になります。それでは次の動画まで、またねー。